今シーズンもチームスローガンの覚悟を持ってチーム一丸となって戦っていきたいと思います。今シーズンの見どころは春から鍛えてきたディフェンスです。ぜひグラウンドにお越しいただき、ドコモの激しいディフェンスをご覧ください。プロップというポジションはスクラムを最前列で組むため体の大きな選手が多いです。プレーの見どころはその大きな体を生かした縦への突破とパワープレーです。ぜひそこに注目してみてください。ガワ、スローイング、スクラムともにまずボールを持つというところで本当に責任感をのあるポジションです。見どころは、ボールを持っているそういう姿を見てもらえるとありがたいと思います。ありがとうございました。ロックの特徴といたしましては、まずは背の高い人がやるポジションで、まあ、その背の高さを生かして空中にあるボールを獲得するというのが、まあ、主な仕事になっています。見どころとしてはそのセットプレーであるラインアウトが一番ロックの見せどころだと思うので、ラインアウトの時はぜひロックのポジションの選手に注目してほしいです。フランカーはアタックとディフェンスの両方の要のポジションになります。見どころとしましては、アタックでは、まあ、外国人選手も多いことから迫力あるボールキャリーで、ディフェンスでは相手選手に突き刺さる、タックルを見ていただきたいと思います。ナンバーエースとは試合の流れを読み攻守においてチームの軸となるポジションです。見どころとしてはチームが苦しい時や流れを変えたい時にそういう局面を変えられるプレー、ビッグプレーというのをこう意識してやってますし、そういうのをこう注意しながら注目してもらえれば嬉しいです。スクラムハーフというポジションは攻撃の起点となるポジションでして、常にボールの近くにいてどんどんパスをしていくポジションとなっています。でまた小柄な選手や、まあ、細い選手が多いんですけれども、今年はみんなで体を張ったディフェンスというところも注目してみていただきたいと思います。スタンドオフは司令塔と呼ばれるポジションです。全ての攻撃はスタンドオフを起点に始まっていきます。パスやキックやあるいはランなどでチームをコントロールして勝利に導く姿をぜひ見てください。センターというポジションは攻守の要となります。パス、ラン、キックともに高いスキルを求められています。センターの見どころは、攻守ともに激しいプレーをやっていきますので、そこを注目してみてください。ウイングというポジションはチームの中でも比較的足の速い選手が揃っています。観戦される際はボールを持った時のスピードに注目してください。また巧みなステップワークを駆使した突破にも見応えがあると思うので、そこにも注目してください。フルバックというポジションはチームの一番後ろにいて状況判断をしながら攻撃に参加し、チャンスを作ったり最後の砦として相手のチャンスだったりトライというのを阻止するポジションです。今年の見どころといたしましては、キックの上手い選手が多いので左右に蹴り分けるコントロールキックの方を注目していただきたいと思います。